はいどうも皆さん、こんにちは、カズマックスです。今日はですね、こちらでございます。じゃじゃん。コーヒーラクダ屋さんの黒糖蜜でございます。これカルディさんで見つけたんですけど、なんでもね、コーヒーのために作られた、すっきり美味しいアイスコーヒーに旨味と甘み、コクをプラス。とのことで、アイスコーヒーに、ね、入れて美味しいらしい、黒糖蜜なんですよ。黒糖とコーヒーってなかなか効かない組み合わせだよね。これを飲んでみるしかないと思ってね、今日はこちら、コーヒーラクダ屋さんの黒糖蜜を使って、アイスコーヒーを飲んでいきたいと思います。廃棄を使う豆は、ケニアのフレンチロースト、抽出はエロプレスを使います。まあ今日はそうですね、アイスコーヒーなんで多分18くらいいっちゃいますか。 18g の豆を測って、はい、綺麗にいきました。よし、オッケー。よし、そろそろいいかな。はい、というわけでこちら、じゃじゃん、非常に美味しそうなケニアフレンチローストのエアロプレスでね、入れたコーヒーが出来上がりました。めっちゃ冷えたね、このグラスに注いでいただきましょう。よーくー、うまそうだね。うわ、やばいでしょこれ。それではね、まずこちらの黒糖蜜を入れる前にね、ちょっととりあえずこのアイスコーヒーの味を見ていこうと思います。うん、うん、あーうまっ、うまいなー。やっぱりね、氷で冷やしてないんで、一応氷は入れたけど、非常にね、コーヒーの味が強くて薄まってない感じがありますね。うん、コーヒーの味わいがダイレクトに来てね、非常に美味しいです。で、このケニア自体もすごくね、しっかりとしたコクがあって、それでいてね、柔らかい、すごくね、美味しいアイスコーヒーなんですよ。で、今日はここへこのね、コーヒーラクダ屋さんの黒糖蜜を入れていくわけなんですけど、本当に美味しいのかな。アイスコーヒーと黒糖って合うの。せっかくね、エアロプレス使ってすごくね、美味しいコーヒー入れたんだからさ、なるべくね、なるべくならね、美味しく飲みたいよね。さあ、この黒糖蜜は本当にアイスコーヒーに合うのか、いきますよ。おーおーおー、結構シャバいな。よいしょ。おーおー、あ、こんな感じか。結構なんかゆるい感じですね。うん、さらっとした蜜ですね。おー、うまそうじゃん。結構甘いの好きだからね、このくらいいっちゃうか。うん、いいだろう、こんなもんだ。じゃあ軽く混ぜてね。よし、オッケー。はい、というわけで色割れました。コーヒーラクダ屋さんの黒糖蜜が入ったアイスコーヒーいただきます。うん、香りはそんな変わんないけど、いただきます。うん、うん、あー、これはこれはうまいじゃん、うまいじゃんこれいや、ちょっとこれ予想外のうまさ。うまいよ。うん、黒蜜ね、合うわ、アイスコーヒーと。味自体は、黒糖蜜っていうくらいだから、皆さんよくご存知の黒蜜をね、入れた、アイスコーヒーって、ほんと、そのまんまの感じなんですけども、なんていうかね、この、サラッとした感じ、黒糖蜜っていうくらいだから、濃いのかと思ったんだけど、すごくね、すっきり爽やかに飲める。軽いことが逆に、黒糖の風味をね、引き立たせてる。めっちゃうまい。ほんとにこれハマりそう。すごく好きな味。和テイストのアイスコーヒーって感じですね。いや、意外や意外、合うもんですね。ぜひ皆さんもね、こちらのコーヒーラクダ屋さんの黒糖蜜ちょっと買ってみてください。非常にね、本当に美味しいですよ。黒糖と黒蜜、下の概要欄にね、リンク貼っとくんで、ぜひこれはね、チェックしていただきたい一品ですね。うん、ベースの味自体はね、やっぱり黒糖なんだけど、やっぱなんか違うんですよ。すごくね、すっきり爽やかな黒糖、重すぎずしつこすぎず、アイスコーヒーのね、良さを確実に引き立たせてます。これ一押し。相当甘くしてもね、しつこくないんで、すごくね、美味しく誰でも飲めると思いますよ。うん、うまい。はい、というわけで今日のカズマックスのコーヒーチャンネルでございました。すごくおすすめです。ぜひ皆さんもちょっと体験してみてください。はい、というわけでありがとうございました。じゃあの